そういえばお醤油差しが空になりそうでした。え、木枯らし君困ってるかもしれませんね。私お台所から取ってきます。やっぱり変わった。すみません。言うな、わざわざ持ってきてくれたのか。サンキューな。でも毎日同じ朝日で目覚めるって夫婦みたいで憧れちゃうな。毎日川へ突き落とす嫁がいてたまるか。ですよね。何かあるのか。小柚子さんが初めてのお使いに行かれるので、その付き添いを。そっか、気をつけてな。小柚子をよろしくな、ユナ。